ここは譲れません。どうも、小林です。今回は節分任務の3つ目の任務ですね、拡張任務、節分作戦2022全力出撃の任務攻略をやっていきたいと思います。この任務ですが、戦艦または空母をどちらかで2隻以上編成、戦艦1空母1っていうのはダメですね。そして随伴に大淀または仙台陣痛中のうち1隻編成して2-5、5-2、5-5、6-4を各 S 勝利1回で達成です。今年はかなり難易度アップしている拡張任務ですね。ではまず 2-5 からですが、ここは空母系2隻となる場合は下ルートで正規空母1、軽空母1、軽巡1、駆逐艦の高速統一で攻略可能です。軽巡枠に指定艦を編成するのを忘れずにしましょう。砲撃戦の火力が欲しいので、ここは陣痛がいいかと思います。また上ルートでも攻略が可能です。その場合は戦艦系2隻に軽巡1、高巡1、重巡2などですかね、で低速艦を含めるようにしましょう。軽巡は指定艦を編成して、軽巡と高巡でドラム缶を1個ずつ装備で上ルートボス固定できます。次が 5-2 です。編成が空母2、戦艦1、軽巡1、駆逐2の高速統一です。空母はルート固定の昇格随格ですね。あとは軽巡を指定艦にしましょう。 5-2 は意外と策敵がきついので、空母に左右を装備させてます。制空はボス航空優勢取れる制空230程度に調整してます。この編成は少し軽めなので、安定しない場合は戦艦2、空母2、軽巡1、重巡1で一戦強めの戦闘マスを踏んでボスへ行くのもありです。毎週やるなら東方ウィークリー消化後の 5-2 と合わせてやるといいかもしれないですね。肉を切らせて骨を断つから。さあ始めるわ。本当にアウトレンジしてあげるんだから。攻撃隊全体も全機攻撃隊の援護に回って。突撃よ。うるさい敵だな。やってしよう。へえ、ふんふん。直縁隊も攻撃隊の援護に回って。ないよ。まだまだ進むさ。さあ始めるわ。本当にアウトレンジしてあげるんだ。さあ私と野戦しよ。全機発艦。この浅島にかかってこい。もっともっとだ。始めるよ。合戦用意。やるわよ。いい？夜も平気よ。リシリューについてきなさい。第一戦隊機関長門出る。次が 5-5 です。まあ恒例になってますね。 5-5 は相変わらずゲージ破壊後任務消化推奨です。編成は中央下ルートの編成です。戦艦2、高巡1、軽巡1、駆逐2です。軽巡が指定になるので、中央下だと補給艦編成はちょっと使えないですね。
低空はほぼ捨てて高順に推薦1つ装備で、道中の空母マスは弱編成だと拮抗化劣勢になるようにしています。戦艦は長友津に特殊砲撃特化です。軽巡は耐性の高い中を耐性3種装備にしてボスの潜水艦対策をします。駆逐は対空カットインと魚雷カットイン艦にしておくのが良さそうかなと思ってそうしてますね。このルートを使うか大型化4隻と軽巡1従順系1でレキューマス経由のルートのどちらかで攻略することになるかと思います。また2月になってゲージ回復してからは先に割ってからやるかゲージ削りながらやるかで難易度が結構変わりそうかなと感じてます。胸が熱いな。第一戦隊機関長門出る。最後6-4ですね。長門陸奥津島軽巡1駆逐2です。長門陸奥津を編成した左ルートが安定になります。指定軽巡は大淀が4スロで対地ロケラン複数装備がおすすめです。道中 C の戦艦マスで特殊砲撃使用して、ボスは基地航空隊で攻略します。もし、秋津島がいない左ルートの場合なんですが、長門陸奥を高速化、軽巡1、高順1、駆逐2で1戦追加ルートが無難かなと思います。追加の1戦は潜水水雷複合マスなので、駆逐2先制対戦ができると、まあ、少し安定するかと思います。まあ、それ以外だと右ルート攻略になってしまうかなと思います。一応同時実装の天霧海任務の 6-4 と同時消化も不可能ではないです。編成例が空母に大淀、大井、佐切、天霧海任などで一応やれます。まあ、ただやめた方がいいですね。では任務達成報酬ですが、まあ、ここは報酬特になく任務達成で節分の豆3個と戦果220が入手できます。ということで今回の任務は以上になります。ご視聴ありがとうございました。